中山福造は日本の弁護士、政治家。戦前に衆議院議員を戦後に参議院議員を務めた。1953年4月に行われた第26回衆議院議員総選挙と第3回参議院議員通常選挙での互いの当選を祝う中山夫妻熊本県玉名郡港、田村出身。中山勝平の次男。7歳の時に父が亡くなり、 母に連れられ、鹿児島県の渋市に移る。1903年渋市神城高等小学校を卒業し、長崎県の鎮税学館入学。1905年鎮税学館より、大阪府立富田林中学校2年に編入し、さらに1907年奈良県立群山中学校へ転校。1908年に第七高等学校増資館へ入学し、 1911年7月に卒業。同年東京帝国大学法学部に入学し、1918年、卒業。大学卒業後、東京で弁護士となるが、東大の同級生と法廷で争うことを避けて、大阪に弁護士事務所を開き、大阪弁護士会所属で活動。1923年、川尻忠を治むの世話になった見合いで、飯田正と結婚。 大阪市で新婚生活に入った。1932年第18回衆議院議員総選挙に衆議院議員に初当選し、以降第19回、第20回と参戦。立憲民政党に所属。第21回衆議院議員総選挙では、非推薦候補で落選。戦後、1951年5月16日の参議院大阪府選挙区補欠選挙で当選。 第3回参議院議員通常選挙も、緑風会で再選。自由党大阪支部長となり、保守合同で自由民主党に属す。改選を迎えた第5回参議院議員通常、選挙では自由民主党公認で落選するが、第6回参議院議員通常選挙では、同党で当選。次の改選には、不出馬で議員を引退。参院法務、建設各委員長。 裁判官弾劾裁判所裁判長等を歴任した、ほか、初代在大阪トルコ共和国名誉総領事、全日本役業会等、日本警察権協会副会長、期待協会、日本国連協力会各理事などを務めた。1978年10月13日に逝去し、13ミに女性らる。ありがとうございます。